ここでトラックに乗せてるだけなので、お荷物、あくまでお荷物なので、まあ、人生のお荷物みたいな。ほっとけよ。うまい。ほっとけよ。ミリミリランド。ヒーローゆきです。カタリストレーナです。今日は、ミスティックさんの湘南平塚店の方に来てます。はい、お邪魔しております。はい、そして今日はスペシャルゲストをお呼びしております。後ろにですね、こちらかっこいい車が見えていますでしょうか。こちらの持ち主の方です。ではね、ちょっと寄って行ってみましょう。行ってみましょう。出てきていただきました。どうもです。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。コニタンです。コニタンです。どうです。コニちゃんファミリーの。です。はい、コニタンです。はい、今日よろしくお願いします。はい、ちょっとね、ドキドキしますよ。ドキドキ。緊張するね。いや、コニタンが緊張するって逆に私たちの方が緊張する。いやいや、あの、これ YouTube の取材って初めてなんで。嬉しい。いつも自撮りですけど。あ、初めてですか、私たちが。僕がずっと見てる人たちですから。ありがとうございます。ミリミリランドさんが来てくれたっていうだけで、夕べからなんかもうすっごいちょっと一杯飲んで早く寝ようっていうか。わ、嬉しいです。嬉しいです、ありがとうございます。はい、だってここにミリランドついてる。そうなんです、これね、ミリミリランドのマスクです。それないの、もう。あります、あります。プレゼントします。はい、あ、いや、次回買います、ちゃんと。そんなわけでまた後半は来週。もう終わり早い。これちょっと早い。さすが金ちゃんファミリーですね。そう、もうね、トークが面白くて、この今来る前の1時間半ぐらいもう喋り通しですから。本当だ。そんな喋ってない。あ、そうです、そうです。30分ぐらいです、ね、30分ぐらいです。ちょっと盛りました。ありがとうございます。はい、でね、今後ろに見えてるこの車、はい、いつの間に今日はね、そう、この取材に来たんですけどね。そうなんです。で、ちょっとなんでこのミスティックさんのところでコニタンなのかっていうところもね、ちょっと後で詳しくインタビューさせてもらおうと思います。それはクイズにしようか。クイズな、クイズ。なぜでしょう。はい、ね、フリップ作りますか。外観から行かせていただいてよろしいでしょうか。もうどうぞ。はい、どうぞ。もうね、すごい、さっき動かしたらめちゃくちゃいい音がしたので、後でね、聞いてもらいたいんですけど。あーねー、このお車、何のお車か。これね、ダッチ、ダッチですね。ダッチ、ここに、ここに、これ羊じゃないですよ。羊だってやつ。これね、ダッチかっこいいっすね。かっこいい。なんかもう、僕らの時代も62なんですけど、やっぱり若い頃の憧れですよ、ダッチね。憧れの車。はい、ダッチの、いつのお車ですか。これ97年。1997年、ちょっと前だね。ちょっと前ですね。振り返ったら97年ですよ。はい、ちょっと前。うん、ダッチのね、ダコダって言うんですよね。ダコダですか。ダコダはどこだ。いや、すごい、さっきから笑わせてもらってすごい楽しい。これの後が2000になって、はい、ラムですよね、ダッチラム。ダッチラムになる。これはここがなんかもうホワーンってなって、うんうんうん、ちょっとあのブルドッグちゃんみたいな迫力もあって、これもちょっとスムーズに。ここスムーズに、皮が綺麗な感じですね、綺麗めな感じです。で、V8 マグナムエンジン。あ、ここに書いてあるんですね。あ、ほんとだ、V8 マグナムって書いてあるんですね。マグナム排気量はって聞いてよ、排気量。排気量教えてください。いっぱい。ざっくりしてた。わかりやすいですね。アメ車はいっぱいでいいですよ、もうものすごいでかいやつですよ。じゃあ、排気量のついでに燃費を教えてください。燃費燃費のガソリン入れたらみんな走るじゃん。そう距離？距離1リッターで。1リッターで。いや、3キロも走るよ。すごい。3キロ持っていました今。3キロ、もう3キロ走ったらすごいですよ。1リッターで3キロも行ってくれるんだよ。3キロ、なんか行くよって言われると普通なんか10キロぐらい行くのかなみたいなイメージになるじゃないですか。そんな贅沢っていかんよ。10キロそんなもん。高速乗ったら5キロだよ。すごいだろう。ゆっくりゆっくり70キロぐらいで走って5キロまで。おお、すごい。安全運転ですね。いや、それ以上出ない。重いから、後ろ重いから。エンジンはちょっと古いからね。そうですね、97年ですから。25万キロ走ってる。あ、そんな走ってるんですか。25万キロはなかなかね、はい、お見かけしない。なかなかね。だからあの高速でもまあ平地でね、はい、まあ、80ぐらいで、ちょっと高速坂になると70キロぐらいかな。もっと踏み込んだら、ゴーッと、いや、ごめんね、っていう、必ず左端をね。そうですね、あの追い越してもらう方の車線を走りますよね。っていうかね、こう
いろいろ景色を楽しむ車ですよ、音と一緒に。素晴らしい。実はうちのミルリーも、あのリフトアップしたらそういう感じになりました、はい、走りがね。そうです。すごいよくわかります。だからね、これをまあ元々そうだったんですけど、はい、で都心なんか運転してる時には必ずラジオは FEN です。何ですか、どうしてですか。 FEN、 あのファーイーストネットワーク極東放送、はい、AM の810、アメリカ軍の出してる、へ、全部英語、タンタタタンって一番でも聞こえるよ。そうなんですか。大丈夫大丈夫。810AM、あ、聞けるんですね。フォーイーストネットワーク、フォーイースト極東、世界の中で日本は一番東だから。そっかそっか。極東放送っていうのがねあるんですか。コマーシャルから全部英語のをずっと、それも FM じゃなくて AM で聞いてると、なんかアメリカなんだよね。ですね。はい、英語喋れるんですか。あ、リルベッチ、リルベッチ、パーフェクトです。 ありがとうございます。やっぱりね、こういう車で乗ってる時もやっぱり自分がそのなりきりたい。あ、そうですね、はい、雰囲気から音って大事ですからね、はい、だからあの CD よりもラジオでラジオのまたアメリカの放送をずっと聞いてると、なんかそんな気持ちになる。あ、じゃあ運転してる時はもうアメリカ人になった気分で運転してるんですね。あ、そう、どっちかちょっとイタリア系ですけどね。あ、イタリア人になったつもりで、ハワイとかね、どっちも行きます、はい、やっぱりそういうことから普段から楽しい、楽しいですね、乗ってるだけで、なんか自分がなんかちょっと違うところにいるぞっていう気持ちになる。変身した感じになりますね、うんうん、だからあのこれ車検証が不思議なんですけど、はい、見ます、はい、結構乗れるんですよ人。前はもちろん2人ですけど、はい、そうするとね、ここでまあちょっと椅子ありますよ、そこにも座れるんですよ、ね、3人ぐらい座れるじゃないですか。座れますね。ところが車検場は3人になってるんですよ。え、あ、店員が店員を3人にしてるんですよ。どうしてですか。3人にすると税金安くなる。税金対策、そういうとこもしっかりしてますね。いや、それもともとそうなんだ。もともと97年入れた時からミスティックの社長さんがそうしてる。そうなんですね。だから1ナンバーでしょ、はい、店員3人でしょ、はいはい、税金年間8000円なんですよ。安い、このピックアップトラックがすごい、軽より安いでしょ、軽より安い、3人乗り。おお、で基本これは荷物なんで、あ、そっかそっか、そうですよね。あのキャンプ場は一体ですけど、ここのトラックに乗せてるだけなので、お荷物、 あくまでお荷物なので、まあ、人生のお荷物みたいな。ほっとけよ、うまい、ほっとけ。すごい面白い、乗りツッコミがすごいですね。乗りツッコミがすごい、勉強になる。これが乗ってます。すごい、トラックに乗ってるだけ、乗ってるだけなんですね。なるほど、はい、え、どこかにこう足っていうのはある。あ、これに止まってるのか。いや、これです。で、これで止まってる、これで止まってます、うんうん、あとこの中におっとこうなってるんで。あ、そっかそっか、はい、カッてなってるので、だからあの止めて遊んだり寝るときには、うん、これをずっと下ろして、4つの足で固定しないと揺れます、はい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 、あ、そうなんですね、車と一緒だ。歩くだけで揺れます。まして重心がこのタイヤにほぼ来てるので、はいはい、あ、タイヤ辛いですね、はい、じゃあやっぱり下ろして使わないときには4本足で支えて、だから置いてるときでも4本出してますね。なんか僕の人生みたいに辛いなみたいな、ほっとけよ。そこまで言われなくても。だから本当面白いですよね。あくまで荷物なので、はい、こういうですよね。はい。まあいろいろ。いろいろ。いろいろ。いろいろアクと。いわゆるキャンピングカーと一緒です。いろいろ。はい。こちらね、トラキャンっていうね、名前なんですけど、歩きようとするところに、トラキャンの何の略か教えてもらって、ちょっと怖くないようにしてください。トラックキャンピングです。トラックキャンピング。トラックに乗ってるキャンピングカー。トラックキャンピング、略してトラキャンと。トラキャンで、ミスティックさんは日本の中で唯一トラキャンを作ってらっしゃるメーカーさんだということで、来れてね、いらっしゃったということで、はい、ここだけですね、ね、はい、すごいす、ね、最近はハイラックスとかね、はい、ありますよね、はい、ダコダとかダコダも使ってますけど、この古いのは実はこの車は2回嫁に出て、お、2回帰ってきて、出戻りを引き取って、2回出戻りっていうので可愛くなって、
じゃあ俺が嫁にしてあげるよって3度目の結婚。うわーすごいいいですね。なんかこういう表現がなんか男性っぽいなって思います。ああそうなんです。なんか多分女性はいちいちなんかそう思わないかも。なんかその乗り物に女性性を感じられるっていうのは男性のいいところかなって思います、ね。一応あのほら飛行機も船も船とかも女性の名前ですもんね。はい、そう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 。いただくんですよありがとうねって。だから特にこんな車ですから今日もかかってね。止まらないでねっていうこのご機嫌よろしくねっていう。そうそうそう。そうなんですよね。で、これ本当に大丈夫かと思うんですけど、燃料なんですけど。何もついてないから普通に誰でも開けれると、普通なんかあるでしょ、ね、確かに確かにこうやって普通に開くんだ、ね、でこれ別に誰でも開くわけですよ。そうですね。ね。なんか寝てる間に抜かれたら大変なことですね。抜かれるはいいんですけどなんか入れられたら砂糖とか、ね、確かにね入れられて大丈夫ですかって聞いたんですけどそんなことは誰もしないって。まあ日本ですから、ね。うん、未だに大丈夫ですよ。大丈夫ですか。良かったです。ああ、やっぱり平和な平和な。平和な国です。はい。あ、もう開けてますけど。ありがとうございます。ここがですね。はい。ここから乗るんですね。中に。行きたいですね。嬉しい。あの一般的なキャブコンと比べて、はい、とても狭いです。とても狭いです。はい。他に何が必要ですかってことです。何が必要だ人生に何が必要ですか乗り気なんやみたいな振れば何でも乗ってくれますねすごい素晴らしい。シックスパックっていうのは、はい、なんか腹筋みたいな名前ですけどこれ何なんですかね。シックスパックってアメリカからの名前みたいですよ。もともとのブランド名が、はいはい、なんか腹筋強そうですね。確かに一応大丈夫ですよ。キックボクシングやってます。あ、すごい、はい、キックボクシングだけじゃないですよ。なんかサバイバルゲームもやってらっしゃるさっき。そんな内緒です強そうだ。銃いっぱい置いてますよ後で見せてください、はい、ごめんなさい、これ何ですか、ね、あ、これ何ですかって。これは登るもの以外に何が見えますか。いや違います、ノーブルです。あ、ノーブルってなんかねこれ何だろう、何なんだろうね。これ作った人なのかな。あ、もともとじゃあついてたんですね。はい、はい。いわゆるあのこういうのって必ず作った人の名前入れるじゃないですか。あ、そうなんですね。うん、アメリカとかは誰それが作ったとか、そういうことなんです。いや、ないのかなとかって思ったんですけどね。そういうことにしましょうよ。そうですね。じゃあノーブルさんが作ったということでシックスパックでした。ノーブルさんのシックスパックこれなんかね、びっくりしますよ、もう本当に。あの、わらわら水ですね、水それわら、すいません。そうなんだ、すいません。あ、そう、水水水入れますね、これがいい。これですか。もうこれはね、もう本当に2000年以下はないんじゃないかな。昔々昔々の最初見て分からなかったもん。何ですかこれ、何ですかこれ、意味分かんない、もう何だろうって。免許入ってますね。ユニットロールしか、あ、でなんかボームとそう、あ、よく見えた、すごい、あったかい、暑い暑い、これ調節する、調節する、なる、はい、オフなる、はい、今向こう回って鍵なかったから開けなかったところですけど、はい、あれあのプロパンガスが入ってる。あ、プロパンガス、はい、でこれ火つけてお湯出る。でもちょっとコリちゃん、ジャパニーズに戻ってきてください。あ、すいません、カタカタの日本語の話しました ね、 今ね。あ、うん、私お父さんは日本人です。お母さんは日本人です。そう、ね、本当にね、今時っていうチャッカもあるじゃないですか、はい、ありますあります。あれで全部開けてこの中にチャッカも入れて 火つけるんですよ。え、そっからチャッカも入れるんですか。はい、大丈夫ですか。え、大丈夫だよ大丈夫だよ、とりあえず怖いよね、爆発するんじゃないかなっていう。はい、はい、そんなこれでお湯が出る感じで、もうこれでお湯が使える、出る、出る。2000年前まではみんなこう。あ、でもその頃からこの湯沸かし器がついてるっていうのは結構いいクラスなんじゃないですか。そうなんですか、ね、みんなこうじゃなかったんですかね。いや、あの、わかんないですけど、うん、あの今の車でもこういうヒーター系ついてる車とついてない車ありますよね。はいはい、でもわざわざつけてるってことはやっぱりね、それだけお値段は高いですし、ね、今の車ついてる方一発お電話ください、よろしくお願いします。誰に電話するの、何のことやねん。これがね、なんでそうかっていうと、はい、これね、もう本当にね、よかしょ、鍵じゃない、確かに誰でも開けられる、確かに、うんうんうん、さっきのが、さっきのガソリンの給油口と一緒ですね。さすがに
わらのところは水とあれプロパンガスは鍵ありましたけど、もう鍵ない。ない。じゃあ安全だった頃のアメリカのシステム。鍵ない。はいはい、これ何ですか？これあ、100ボルト、12ボルトオフって書いてある。はい、電気これで。電気か。はい。うわー。こうなんかありますねこれね。古い。はい、古いですよ。で何がすごいってこれ鍵ない。鍵ない。いたずらされたらどうする？確かに。誰もしない。このね、すごい。なんだろう、アバウト感が僕は大好きなんですよ。いいですよね。すごいなんか。はい、田舎に行くと家鍵かけないで出てく感じの。そういう感じ、気がします。だって伊沢さんのことないし。あ、やっぱり日本だからか。いいんすよ、ね、いいですね。なんかマリア出したよ、マリアね。ポリタンマリアそうですね、あとはまあまあ、はい、あ、でもこれかっこいいですね。ここもちゃんとマーク入ってるんですよ。ありがとうございます。見えます？ダッチのね。そう、ダッチマーク入ってますよ。でマフラー横だし、これがすごいですよね、うん、こっからマフラー、マフラー横なんですね。いい、これ後ろから見てもいかついですね。いかついですね、いかつい。いかついじゃないでしょ。いかついじゃないです。あとね、これ3つもついてる。あ、本当はちょっとあのミラーが。おー、本当だ。これね、調節が大変でした。はー。運転席座ると、はい、結局、この幅で、あ、そうですね、邪魔なように見えないので、そのためにこれをつけてるんですが、すると視覚ができて、ちょうどその辺が見えなくなるんですよ。なるほど。この角度が。だからこの合流するときに、あ、困るんだ。見えない。怖っ。だからそのためにこっちの鏡を調節して、で下はこの丸いこれで見て、これは一番ギリを見てという。三方向。こんな邪魔くさい車が大好きです。なるほど。邪魔くさい。邪魔くさいはポジティブな言葉だ。そうそうそう。だから自分なりに自分なりに、あ、やっとできたっていう、やっと乗れたという。すごいかっこいい。中もかっこいいですよ。うん、古いそのままですよね、うん。まんまいじってないですね。あの車検証にシールがあったんで、はい、勝手に貼ってよく見たら低すぎたっていうね、この写真で貼ってから、あ、もうちょっと上だったっけなって。確かにね、ちょっと低いっすね。ちょっとね、ちょっとね、ちょっと低かったかなって。本当はもうちょっとあの上だよね。そうですね、上にこの辺かな。でも言われなきゃ気づかないっすよ、言われたらめちゃくちゃ言われたらそう聞こえよね。すごいわ。こう自分でやったからこそね。文句言えない、自分でやっちゃったからね。やってた。いや、いいな、楽しんでますね。楽しいもん、俺自分で一人でこうやりながら、うん、なんでこれ書けないんだろうとか、どうしようかな、いつも思うんですけどね。いや、でも思うと思います、これは。で、たまに給湯、あの給油口も、はい、入れてるでしょ、はい、で蓋ポンってやらずに走る時あるんですよ。そのまま閉めて閉めて閉めてる時に友達に開いてるよって、ああ本当だ。もうね、アバウトだと人間もアバウトになっちゃう。こっちのせいですか？え、こっちのせいですか？それはまた来週。またすぐ来週にしないで。ああ、そう。じゃあちょっと音、はい、音聞きたいですね。90年代のダッチはこんな音っていう、はい、すごいっすね。いいっすね。パワフルですよね。これね、日本車にない音がない。うるさいですよ。そうですね。これは迫力ありますね。街中行くと誰でも吹かさないでゆっくりゆっくりって思うと。音だけで目立っちゃいますからね。見た目も目立つのに。これ目立ちますよ。いやー、いいですね。ちょっとじゃあせっかくなんで中も拝見させてもらっていいですか？ちょっとコニタン、オタク拝見みたいな。そうですね、オタク拝見しましょう。62歳、これ白木です。公務員やってました。やってない、やってない。メルメルランド中の方も見ます。あ、こうなってるんだ。はい、階段手動なんです。階段、本当に、いや、僕は普段鍛えてるから。ちょっとここに、あ、カメムシの大きいのだね。大きなカメムシが、美味しそうだな。いやいやいや
いやいやいや、高タンパク質だよ。あ、でも臭いじゃないですか、香りが独特の。あ、いやいや、そっちじゃなくて。あ、僕じゃなくてね。そういうことじゃない。はい、はい、これって重いんですか、階段。どうぞ。あ、結構重いっすね。結構重い。大丈夫、話します。ああ、頑張れ。4、5、6。オリンピック行けないよ。目指してた、目指してた。重いっしょ、これ。もうね、軽い階段はないのかって。確かに、これでもアルミですよね、素材がね。はい、アルミでもこの重さあるから結構よくなってるね。はい、いいお天気でしょ。はい、最高です。土砂降りの時。あ、それ嫌だ。で、これ土砂降り、あそこから出てきて傘さして、はい、で、鍵開けて、はい、開けます。はい、それでしょ。はい、傘持ってるでしょ。はい、で、もうしょうがないから置いてやる。置いてやる。びしょびしょすね。またやった瞬間にベタベタ。どうよ、楽しいでしょ。楽しいですね、すごい。はい、ずぶ濡れになった状態で入ると。さあ、あとはよく夏場その箱根の方に行ってると、はい、ここやるだけでもう母ちゃんたちが全部入る。あ、なるほど、開けてるからね。はい、蚊が侵入。確かにそれはしょうがないですね。でも超辛いですね。しょうがない。まあでもアウトドアですから。そうそうね。そこがいいところです、アウトドアの。いいとこだよ。え、これでもう出来上がりなんですか。何か他にありますか。いや、なんか結構なんかこう 段が違うの。あ、そういうことか。でもあんまり遠いとね、なんか変な感じになるんで、もうちょっと近い方がいいかなと。あ、おー、そういうことなんですね。で、ここでじゃあお先。はい、こちら奥の方へどうぞ。はい、こんな5本指足だから。いいなー。い、健康には5本ですからね。いやー、いい、かわいい。しかも1本入ってない、ちゃんと。お邪魔します。ちょっと広いからね、奥の方へどうぞ。広いから奥の方へ、はい、入らせてもらいます。あ、広い、かっこいい。ちょっといいっすかこれ。あ、もうそこの、もうそこの話になっちゃう。え、いいんですか。ちょっともうここになってさ、レート66って書いてあるから。はい、ありがとうございます。かっこよくって、これ僕自作です。これは作ってるんですよ。すごい、自作。はい、すごいですね。手縫いなんだ。じゃあ手縫い全部、あのこの金属以外は全部自分で作ってます。すごい。だから、じゃあこのビーズも。はい、すごい。ビーズは買ってきました。すいません。あの中に置いてあるバッグも、はい、あ、忘れた。今度、はい、ちっちゃい例えばキーケースみたいなのを作ってまた。ありがとうございます。すごい嬉しい。コニタン手作りですか。これすごい才能ですね。趣味いっぱいあるんですよ。すごいですね。楽しいですね。え、車も。何それ。これも手作りですか。かわいいでしょ。かわいい。これ何年使ってるだろうって、前の車からなんで。うわー、すごいすごい。まあ、ほんでちょっと仮面ライダー貼ったりとか。あ、これはもう、めっちゃいいじゃないですか。こんなの好きですか。うん、あとこんなんじゃ作って差し上げますね。すごい嬉しい。6年ぐらい師匠についてやってるんで、はい、本格的ですね。で、たまにここで作るんですよ。ここで道具だけ持ってきて、はいはいはい、ちっちゃいもの作ったりとか、はい、だから遊び部屋ですよね、うんうん、そうですね、自分の、うんうん、いろいろそのキャンピングカーを取材されてると思うんですけど、はい、こんだけ仰々しくていろんなことがあって、はい、空間こんな狭いですよ。でも、僕172センチですけど、普通に立てますか。立ててますね。ね、そう普通に立ててる。高さも結構ありますよ。ね、はい、ありがとうございます。ちょうどね、ここからの風と、すっごい入るでしょ。すっごいここ風が気持ちいいんですよ。うん、一応ファンもあるんですけど。あ、回ってない。ファン回さなくても。でも、そう抜けてる。こっからが。風来ますよね。うんうん、異常に来るでしょ。うん、すごい。今日日差しの下はすごい暑いんですけど、日陰だとすごく涼しいので。ですから夏、めちゃくちゃ快適。真夏も、うん、箱根とか行ってもみんな暑いだろうって言うんですけど、網戸にしてここ開けとくと、はいはい、パン回さなくてもパン来るんですけど、ただここ網ないんで
それ危険なやつじゃないですか。寝れないやつじゃないですか。ここは網戸欲しいわ。もう俺家持って帰ったんですけど、うん、網戸作りました。自作しましょう。あ、したんですね。しました、しました。もう使わないんで置いてあるんですけど。あ、なるほど。今蚊が入らないのでね。うん、そうですね。ちょっとあの中だけ最初にちょっとぐるっと見せてもらっていいですか。どうぞどうぞ。どうぞ。ここキッチンなんですね。そうです。換気扇ついてますよね。はい、はい、なかなかね換気扇ついてるの少ないから、やっぱりアメリカンでいいですね。かけていいですか。綺麗ですよ。これもまたすごい味があって。あ、でも二口コンロある。すごいでしょ。おー、ツーバーナーですよ。ツーバーナー、つい使ったことないですよ。そっか、ツーバーナー、ないですか。俺、匂いがこもるの嫌なんで。あー、なるほど。外で、あの、いわゆる岩谷に使ってます。あー、なるほど。汚すの嫌なんで。だから綺麗なんですね。最初に一回使ったら、匂い充満して。あ、確かに狭いですからね、すぐ充満しますよね。ただあの辛ラーメンっていう韓国のラーメン作ったらその匂いがすごいこもったんで。またチョイスが辛ラーメンってところ。美味しいでしょ、野菜入れて辛ラーメン。卵入れるのも好きです。そうだからいつもね、岩谷で外に出して外で食べて。食事は外で、はい、アウトドア。で、ここにね、ライトがあって、これつくんですか。はい、来た。はい、大丈夫。あ、ちゃんとこのシンクのさ、蓋が木だっていうのもこれまた。え、これ元々木なんですか。そうなんですよ。へえー、すごい。あ、でもシンク結構広めだから、これ使いやすそうですけど、使ってらっしゃる。使ってないです。使ってないです。汚すのが嫌なんですよ、これ。ああ、なるほど。はい。汚さない派ですね。そうですね。ここら辺のなんか蛇口の設置の感じがやっぱりアメリカンですね。うん、なんか日本はもうちょっとコンパクトだったりとかするじゃないですか。コンパクト、気にしてないですよね。うん、全然気にしてない。はい、このカーテン元々ついてたんですか。そうです、そうです。でもそれ。あ、いいですね。ここら辺もなんかちゃんとお家っぽくって。これでも直してますよね、僕の手元に入る前に。ああ、そっかそっか、はい、そっか。20年以上、25年以上ですね。そうですよね、そうですよね、はい、で、ちゃんと鏡もついてる、うん、鏡も。あ、いいですか、はい、開けて。まあ、あ、全然なんか思ったより、うわ、なんかおー、はい、出てきた。ん、何か、これなんですか。ショットガン。ショットガン危ないじゃないですか。BB弾入ってます。あ、BB弾、はい、あの、あくまで人撃ったりしませんからね。サバゲーで。サバゲー、サバゲーって何ですか。サバイバルゲームという、はい、赤組、青組、はい、分かれて、はい、よーい、どんで、はい、フラッグ。フラッグ、フラッグを取る。へぇ、で、当たったら、ヒッターって出ていく。あ、撃たれちゃったら。そう、ゾンビ行為はダメですよって、撃たれても死なないゾンビ。ゾンビ行為ダメですよって。へぇ、ただ20人対20人ぐらいでやるんですね。へぇ、はい。すごい楽しい。あれ、誰だこんなとこに置いたのは。もうやばい、これちょっと怖いぐらい。もっとすごいのできましたね。2丁じゃなかった、2丁目出てきた。これもうおもちゃですよ。おもちゃなんですか。おもちゃです、はい。これはあの、ちゃんとね、え、スコープ、スコープがありますから、ちゃんとスコープで。へー、それで打つんですか。ものすごい見えますよ。すごいな、すごい見えます。あ、うわ、本当だ、すごい。おもちゃとは思えない感じですよね。なんかね、あそこのちっちゃな木のところまでよく見える。はい、もうさばけで、はい、これ使い込んである。ありがとうございます、うん、重いですね、これ。レギュレーションにクリアというか、うん、あの弾速を測るんですけど、はい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 、そんなちょっといじってるんですけど、はい、レギュレーション以内なので、以内なので違法じゃないです。違法じゃない。